あ、タイカウンターしたとなんかありそうなんだけど。あ、そうだね。結構カウンターしてるんじゃないですかね。要件じゃない。ワンタン上げ。まあ相手はそうなるよね。分かんねえからボタン押すっていうのがまあしょうがない。あ、やばい。は早い。めっちゃ早い。早いんだよね。わからんこれしてた。ねこれ手振り。ああ、ギガンで攻めれるんだ。ギガンで攻めれる。ただいま。ただいま。あ、慣れない環境でやると配信むずい。おお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 お、これはダウン取れないんでね。ダウン、うん、ビヨーンって。アンサー早いな、とにかく早い。おおおお、何が起きてるんだ。痛い。あ、おいしい。あ、広がった。熱唱が思ってる強いな。いや、マジで。うん。ダーサって言うじゃん、多分。そして飛び道具を持っていると。おお。おやばい。まさにやばくねえか。なんだ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 。おーい、ジャンパイタッチ。わからんこれ。これなんかジャパリパークみたいじゃない？ジャパリパークみたいじゃない？ジャパリパーク。いや、これね、これやばいわ。マジでジャパリパーク。ジャパリパーク。最初すごい食えそうだなっていうイメージしかない。え？最初すごい飯食えそうだなっていうイメージしかない。今すでに食ってるしな、今。あれ、なんかメイとか、だから上から降ってくる系が意外にきつくて。あ、シャガハイとか落ちないんだ。そう。あ、そうなんだ。対策はね、わかんないんだよ。落ちたらきついかもしれない。やべ、邪魔だ、邪魔だ、邪魔だ。何やってんの。ユリフレーム取っていく。ケイドコンボ見せる。ケイドコンボ燃える。投げ当てみかな。熱唱ドマキャン、ドゥンドゥン、ダウン取って、見えない、どっちか分かりません。中段は遅いから。あ、そうなんだ。あれ、しゃがみでもできるから。よいしょ、有利。あいてー、出てくるんでね。レイチェルみたいな設置したところに派生するという。裏う燃える。やばい、来て来て来て。 EDKDSD ボルカ当て身を取っていく。1かな、1からかな、わかんないけど。1から1から1から。1振り当て身か。じゃあ1個に近いな。宇宙投げ、ケイダコンボ、邪魔邪魔邪魔。前ハイサッシュ、新モーション、伸び道具出てくる、伸び道具出てくる、出てくる。設置したところにね、出てくるからね。でテレポートが設置したところにもテレポートできるんだけど、あのドアみたいなやつ、ファーストのドーンって急に出てくるやつだよね。うん、性能がチップのやつ比べて超悪いから。あ、なんか遅いよね。あの硬直が長いのか。うん、使わないようにしてる。うん、あれはそんなにっていう感じはしたけど、俺はね、もうちょいね、基本的なキャラじゃないと思ってたらね、意外と基本を混ぜた迷彩系というか、こう、ああ、そうだ、俺使えそうだわ。俺、だからアンサーちょっと合わないなってね、なんか2、3くらいで諦めたんだけど、これいけそうだわ、俺。レイヤー3回連打してれば、結構形になるから。あと、熱唱が強いわ、熱唱が。うわー、だだだだだい。強力タク、捕まえて。バレてる感じ。通常投げから設置、そして突進、ゲーダン着地ゲーダン、ゲーダンコンボ設置、
固めて突進決勝有利決勝有利動かしないと決勝クロマキャンからポッポ突進ダウン中下の2択中段札が札が超邪魔なんだな札が行く方向に札があってもちゃんといつも通りコンボできるようになったら多分一人前な気がする、うん、一人前のアンサー使える前ハイのいいとこ教えてって前ハイのいいとこあと空中ハンズだから投げ返して食らわないあ投げ目できそうダッシュ前ハイとかワンチャンかもしれないねあるあるよっしゃ有利飛び道具出てくるそう空中でもね、札が設置できるから札が発生する位置一緒だからあのハイジャンプでジャンプ高い位置であれだと折り際で踏めるからあ、そういうことかこれで踏めるから、はいはい、札が逃げ道になったりね攻め口にもなったりするから当て身を取るあえて取っていく取る意味は全くないアンサーの弱点はこれでダウンが取れないことかな逃げていく飛び道具やるうまいおお、ああ入ってよこれメダループはちょっと距離が遠かったな新米ハイ移動するから地味にうざい有利判定勝ち新米ハイおおすごいハイジャンプがアンチみたいなね移動してるから画面端から逃げるのが結構耐えやすいおおっよっレッショおお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 これこれすごいなあ音ないらしいです音ないそうですね全部音あるあ音あるっていうあれあれこれ俺のこれ飲み干したあーあそうリスナーさんからペットボトルいただきましたマジでありがとうございますカズローさんが掃除さんと死闘を繰り広げてる間に俺の仕入れがえ、俺は知らん本人に聞いてくれ一個だけ、一個だけあ、更新すると音出るっぽいですね音ない方は更新でお願いします早いねマイケンあ、これがね、コマンド投げですこっから置き止めがついてきます下段から攻めていくあーやべやべ、勝って勝ってた対空を見ている上に上げてから札を設置して下で有利を取るっていう感じおいってバレてたハイ叩きされたバックチャル性能が良さそうなんだよなバックチャル、うん、ダウンはしないバイケのジャンプいいよね端に到達するとねダウンしなくなるおーまい S カバリ当て身はラストに貼られる早いマジかなるわ懐かしコンボコンボはあるボヨーンおいバイキンが走ってくるバイキン走ってくる走ってくるでしょうわー前叩き惜しいダウンなんだよね感動するとあー惜しいジャンプ D スキャンとかかなり良さそうだミディアのタンデムはあんた重なってなきゃ取れんじゃねえかな重なってなきゃ取れるかもしれないけど早いダストが漏れている惜しい早くてね最初の方は自分でも追いつけないっていうのがね可動初期あるある結構毛髪多いんじゃないかな技がめちゃめちゃ多いからああ確かに毛髪は結構ありそうだねコマンドがいっぱいあるから逆昇竜と逆波動とかコマンドあるから竜巻と逆昇竜かコマンド投げなんかあるのかコマキャン設置前ハイ突進エリアル何が起きてるかわからない指が忙しい熱唱ダイヤシー足払い指が忙しくてレバーの調子が少しでも悪いでコンボできないって言ったらなるほどね確かにねレバーちょっと馴染んでないとああ勝手にとかなんかなっちゃいそうでちょっと怖いねやってないやってないが絶対あるから
個人的にはそのやっぱオフラー使って移動するのもすげえ強いけど、普通に地上でなんかやってもやっぱ強いイメージがある。一回触ったら列車で大体U取れちゃうし、やんなくてもいいしな。だからキャラによって使い分けるんだろうけど、なんかまだ分かってないんだよね。そうだね、だ空対空のリターンが高いキャラとかにピョンピョン飛んでると立ってる危ねえんじゃん、とんでもないことになったと思ったら回がとんでもないことになった。あー難しい。わーい、列車これは有利、乗ると当たっていく。あー無理ができない、これ無理そう見えない。あれはね、なんかめくりで持続っぽく当たんないとあれはダウン取れない、ダウンじゃねえ、繋がんないらしいんで。そうで、列車がなんと届かないと今みたいに目の前で止まるっていう性能してます。一応通常技が地味に長くて、あと禁煙三段とかで状況確認したりとかいろいろできるんで、こいつはね、いろいろできるんで、ね、破壊を殺して、おおさすがかい。あーやっちゃったー、判定強いっぽいな。総裁、総裁すると思わなかった。ハイジャンプ高いなー、対空からエースがね、ジャンプキャンセルできなくて、タッチハイじゃないとダンキャンできないから、今みたいな時コンコンが困っちゃう感じですね。そして、そしてコンスター限定、タッチくらい限定、そしてテンして、ほんとこれは削りに来ましたね。これはダダ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 ダ。え、バックステップすごいぞ。やばステップ超強いよ。あれよこれ新米ハイ、ハイカード有利です。あーやばい、やる、おーやる、結構判定強いって言うけどあれこっち。あー確かにね、ダメージない、止めれんだろ。なんか難しい、チップよりもね難しく使うこともできるっていうイメージがある。チップもそうだけど、はい、なんかチップもそうで、変形的になんか通常技が強かったりとか、対空も一応持ってたりとかいろいろあるんだけど、複雑に今みたいに相手を減圧するような戦い方もできるっていうイメージはある今のところ。コンボもちょっと数の子難しいの使ってるけど、初心者の方におすすめなのが熱唱ロマキャンダストってやるとすげえ簡単にできるから、なんかシャガハイマイ系のルート行ってもいいし、熱唱ロマキャンからダストを横ダストやって何かやってダウン取って無駄絶対置き攻めっていうのも全然いいと思う。おぉーわー、わかんねん、投げ、あーバイキンあるある、畳じゃないやつだダウン、今度は出る畳返しはね、結構前に移動しなくなってるから、前が、あれか、リーチが狭いっていうのか、なので結構ね届かない時が多い。一周投げ、あんまよりないんでね、こういう投げはね。そして、そして、そして、これダウン取れる、ダウン取れる、ああ、そうなんだ。ヘッジフラもね、バイケンじゃねえや、ベノム の, あのボール先生みたいに、このキャラはここ置いとくと、何々だから有効とか、すごい人、うおー、職人、職人コンボ、でしょ、そして、そして。ダウン取って、ダウンじゃん、AR ダウン、すげえ、もうちょっと中堅っぽくできんだけどな、あれ速い、バイケンが速い、横走ってくるバイケン有利、おー、わからん殺し。なんかこのバースト覚醒がさ、なんか上にハッって投げてやるからさ、前系からとか、あそう、じゃないと入んないじゃん、そう、そこがちょっとこのゲームにシステム的には少し恵まれてないかなってちょっとだけ思った。大体のキャラなんかどっからでも入っちゃうじゃん、コマンからとかさ、何でも入っちゃうけど、このキャラは前系入れるか、まあ、差が入りたい空した時とか当たるのか分かんないけど、とりあえず上にいないといけないっていうのがね、はいはい、デメリットなのかなってちょっと思った、はいはい、おもう上借りに来たよ、上を飛ぶんじゃねえぞ、やべ、見えない、もう解説だ、もう一回やっていいですか、限定コンボ2ループ目、あ、すごい、ダウン、
打設定低姿勢で避けるスペース判断突進突進ダウンを取る相手は多分何が起こすか分かってないだろうな。接触いやー体育気味出したいんだけどな。いやあ、なんかね、僕はね、ブログにこのキャラ俺合ってないってちょっと書いたんですけど、そうなの？そうだ俺多分これは使えるわ、俺多分これ。これはできる。おー、すごい。おなんか、近いガード、ジャンプD。新米ハイ。はい、なるほど。結構空中技の判定強いよ。あ、ジャンプハイとか。ジャンプハイとかジャンプですよ。強そうだな。当て見したら必ず踏んづけ出るの。踏んづけ出る、必ず。あ、それなんか枯れそうだね。ただ途中から、途中に札があったら途中で札に捕まる。うまい。うわ、無理うわー真上に直したけど、まだ当たり場難しいね。無理フレームからダッシュ5番投げ続けてしまう。札設置そして突進ダウン F 手を重ねて待てるな。ワープ対策ゲクリうざあぶれおーあー投げこれはあるあー当て失敗安定モード投げあとあー美味しいかな ASAS これは面白そうだな強いか弱いか分かんないけど全量の君を作るためには全量の量を見るあのめくりじゃめくりになってるのか分かんないよね。朝がつけなければめくりだとする飛べるとかさあもう走るのをちょっと遅らせるとかね。あそうだね多分そういう風になるからもし量重なってて